さまざまな形で私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。今回ご紹介するのは、石造りの灯台で日本一の高さを誇る出雲日御碕灯台。地元日御碕のシンボルであり誇りですね。灯台の近くにある日御碕神社で宮司を務める小野さん。明治後期に貴族院議員であった曽祖父小野高照氏の地元への思いにより、日御碕の私有地に会場の安全のために灯台を誘致したのが日御碕灯台の始まりです。地元では昔からね、東洋一の日御碕灯台って言いましてね、石造りの灯台としては日本ではもちろん東洋で一番高いんだっていうのがね、みんなの自慢ですよね。その高さに加え、全国に5カ所しかない特大レンズを使用した灯台で、上まで登れる三冠灯台でもあるんですよ。世界灯台100選、日本の灯台50選にも選ばれた日本を代表する灯台の一つです。以前その昭和30年代40年代にたくさんの観光客の方がいらっしゃって、最近になっても若干下火になってきた中でですね、今若い人たちを中心にいろんなイベントとか昔のにぎわいを取り戻そうというような活動があって、まあ、だんだん徐々に根付きつつあるのかなと思っています。日御碕灯台の存在は知っておられる方も多いと思いますけれども、良さも知っていただいて、二度三度ともっとね、知ってる方も何回も来ていただきたいし、知らない方にもぜひ、一度足を運んでいただきたいなと思っています。会場の安全を守るために作られた灯台は、地元のシンボル、観光名所としてこれからも人々の暮らしを見守り続けてくれるんでしょうね。海と日本。